皆さん、こんにちは。石野アルバスです。日中で暑く暖かくなってまいりました。春をもうすぐということでございますね。外なんかですね、散歩してみるのもいいかもしれません。ですね、私は、外を散歩はしませんが、普段ですね、非常に多分歩くということであればですね、かなりのですね、歩数を歩いているかなと思うんですね、仕事で。そんなですね、足の、疲れを和らげる商品として、こちらですね。はい。クッションですね。靴に入れるクッションですね。はい。これですね、ここで、これ100円ショップで、セリアさんで売っておりました。こちらでね、最近穴が開いてですね、どんな感じかなって、感触を楽しめるとか、試せるんでね、いいかと思います。これ実はですね、もうすでに使っておりまして、非常にいいです。そして女性用を、使っております。なぜかというとですね、男性用ですね、26センチから28センチとかですね、なんかそういう表示があって、それを切らないといけないんですね。自分の足の大きさの形に、自分がですね、私がですね、26ないし6.5なんですね。だから切らなきゃいけない。ところがですね、これですと、25.5まで OK ってことは、大きさ最大これ25.5なんですよ。ですので、切らなくていいんですね。それで、女性をある時から思い立ってですね、あ、そうか、と思って。切るのめんどくさいな、ということでですね、こういう形ですね。こういう、あるわけですよ。これだと、例えば23センチの人はですね、これにですね、合わせて、そうですね、こうか。切っていくわけですよね。このぐらいかな、みたいな。例えばこれごとも切っちゃって、合わせて切るでもいいんですけども、ちょっとめんどくさいですね。ですので、もともとの、これをね、25.5センチの大きさを使っております。はい。これをですね、この自分の靴にですね、入れるわけですね。はい。で、これ、これをね、はい、入りましたね。入りましたね。はい。で、これをですね、私ですね、時には2枚、1枚入れて、もう1枚入れて、2枚で使ってることが多いです。はい。そういった意味でも小さいんでね、2枚も入るんですけれども、1枚だとね、1枚ともちろん、ゼロだと、大変足が疲れちゃうんですけども、でこれ入れると、すごいクッション、なんていうんでしょうか、クッションがいいんで、すごくね、疲れないですね。で、痛くなるんですよね。ずっとこういうクッションないと動きますからね、本当は私ね、そうなんですよ。で、さらに2枚入れるとね、なおいいな、ということでございます。で、右利きなんで、右に力が入るのかな。ちょっとね、足が右だけ痛いなんてこともありますけど、このクッションを使ってからですね、ないですね、そういうことはね。はい。はい、これは個人的な感想ですけどね。はい。ということで、非常にいいなと思います。なんと100円で売っておりますね。もちろん靴屋さんでですね、1000円ぐらいで売ってたりもしますけれども、いずれにしてもですね、このクッションインソールですね、こちら大変便利だと思います。ということで、本日ご紹介したのはこちらのですね、セリアさんで買いました、クッションインソールでございました。はい。今回もですね、最後まで見ていただいてありがとうございました。はい。ノリマサ TV ではですね、あなたのチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いします。